こんにちは、スタジオ実家です。今回は弦交換のやり方をお送りします。切った弦の先で怪我のないように気をつけてください。必要なもの、弦、ニッパー、クロス、ワインダー、チューナー、ギターポリッシュ、指板ポリッシュ、あれば音叉です。ネックの下に敷く枕のようなもの、ギターのヘッドに角度がついていると倒した時に折れてしまう場合があります。弦を緩めます。急に切れるのが怖かったら指板状に布を敷くか指板を外に向けましょう。緩くなったらワインダーで一気に弦をたわませます。もし心配なら交換する前に前の状態を写真で撮っておきましょう。緩くなったらニッパーで切ります。エンドピン側も取ります。切った弦は危ないのでまとめておいてゴミに出します。ギターポリッシュをかけボディを拭きます。指板ポリッシュをかけ拭き取ります。弦を出します。メーカーによっても違いますが、このように分かりやすく袋に書かれているもの、またエンドピンがつるごとに識別になっているタイプがあります。今回の弦の太さはライトゲージですが、エキストラライトゲージはもっと細く、弾きやすさを優先するなら、そちらがおすすめです。6弦から巻きます。ポイントはピンと張らず、何巻きかできる程度にたわませます。ここでピンと張ってしまうと、チューニングペグを1回転も回せず、チューニングが不安定になります。折り目をつけ、巻いた弦が下に来るように巻いていきます。少し張ったら、ブリッジの駒に弦が乗っているかを確認します。余った弦が邪魔なので、丸くまとめておきます。全部張って、チューニングが終わったら切ります。こんな感じで、次は5弦です。
次は4弦です。このギターは3弦からは逆向きになりますが、ストラトやテレキャスターは同じ向きで進めてください。張り替えたばかりはしばらくは安定しないので、引っ張ったりして何度かチューニングを繰り返してください。弦交換終了です。ご視聴ありがとうございました。